はい、ついに多頭飼育監視カメラ用トイレ、ついに完成しました。まあ、いろいろね、工夫して、いろいろ、やり替えた中で、まあ、この1階だけね、ちょっと配線でね、ちょっとつながるのダメだから、これずっと剥がして、1階にモニターあるんで、つなぎました。ね、1階のトイレがこんな感じ。ね。それで、もう1個、こうずっと行って。ね、この前も説明したけど、もう1回ね。これ、ここも、こんな感じで。ね、ここを両方ね、見れるように、あ、トイレうんこしてんね、うんこ、こことね、このトイレとおから用トイレとね、システムトイレ、システムトイレね、これちょっとうんこしてるね、こんな感じ。これを2つで監視でしてます。入ったら誰入ったかというのでね、これは今、さあ、言うてんの、これセンサーね。ホコリ取るのにセンサー。これもね、センサー、こっちにもね、匂い取りでね、ちょっと、ホース繋げようかなと思っています。これでこれ、1階はこれで終わり。これで2階。なかなかね、何でしょうね、今回の、この格好。ね、ちょっと最近こう見てますね。それで、ね、これもね、カメラをちょっとやり替えたりね、いろいろした中で、まあ、これはここについてますね。前も説明したように、ここ2つね、こういうふうに撮るようにね、誰が入ったかいうので、はい、あ、これハッチ、はい、それではミリちゃんとかね、まあ、ここも何もね、めっちゃ綺麗にね、その、あそこの方から。ここもこのね、降りてきました。ここもね、変わらず、これを何も入れてません。このまんま、ここをね、監視するために。ちょっと、玉入れなあかんけどね。ね、ここのトイレ、監視。ほんで、もう一個は、今回一個もう一個ね、増やしたんが、ここね。ここはどうしてもね、センサーでね、感知するんでね、2つ映してたらもうバラバラにしました。1個はここね、うん、まあ、これもね、乾燥、空気清浄機ついてます。センサーがちょっとね、外れ、よく外れるんやけど、あれセンサーで、こことね、この下にね、空気清浄機をねして入ったら外れるようにしてるけど、まあ、ここでね、監視カメラ1個増やしました。これでもう1個はね、ここをね、このトイレだけ専用にね、こことここ2つに分かれてね、計6個監視カメラトイレをつけました。それではモニターに移動します。はい、モニターです。こんな感じね、1個ずつ見せた方がいいかな。これはこれが今言ってた 2C のね、システムトイレね。戻るのがなんか方法ないんかな、これ。まあ、これで次はこれは1階部分ね、1階の底、これはもう線こなして、この線でつないで映してます。この次が3、これは言ってた 2C のね、おからの方のトイレね、こういう風にね映ってます。この次は4番、これが1階部分のあれです。2つ映してるね、トイレ。システムトイレとおからトイレの部分ね。わかるかな？わかりにくいかな？こっちおからの。システムトイレね。こっちはおからね。入ったらわかるようになってます。これで5番が、これね。これは右ちゃんの部屋のトイレです。これで6番が、6個ね。これが、エルサちゃんのところね。レオちゃんとかの部屋の。これはもう、まあ、二つトイレ映してるんで、感知し、よくすると思うんで、まあ、これからね、感知するのにね、これ、ビデオ再生やったかな。ビデオ再生したの、ビデオ再生。まあ、こなして、録画をしていくんやけど、これチェックね、ここにね、チェック入ってるんですよ。1、
1,2,3,4 って5,6でね、まあこれ4つしか多分ねこれ記録されないと思うんですよ。もう見てたらちょっと入ってないんでね、これ今 1,2,3,4 がチェック入ってるけど5,6がねこれ見てたら入ってないんですよ。ということはこのチェックの部分だけモーションで入ると思うんで、これがだから6やからどれかはねちょっと抜いとかなダメなんですよ。だからどれを抜くか言うたら一番ねおからはねそんなにね分かりにくいからね、システムトイレメインでね要下痢やってるやつはねシステム おからでも分かるのは分かるんやけどね、一応これはどうするか言うたら下痢出た方に出ました、他は、まあ、4つだけはねよく出そうなところにモニターをしといてね、それであとの4つはあれです出そうな子のところに向けとくかなと、あと2つは出てからトイレをチェック入れようかな、だから今切るのは3番と6番切っておきますね、3番と6番じゃあこれ3番と6番これ今動いてるのは多分あれやね、3番と5番をチェック入れといて1番と7番いらない、3番と2番ね、これ1,2,3番と6番がいらんからね、これでこのチェックを入れときます。まあ、ここでね動作確認されたら多分映ると思います。今だけどこれドンって上に乗ったら多分これ揺れるんやろね、猫がどんどん乗ったら、やっぱりちょっと問題はあるけどな、あそこ扉乗っていったらと上に扉あるからね、ここらだから揺れるんでしょうね、今入りましたね、これはそこですね、今1階部分に入ってます。これはソラちゃんね、またソラちゃん入ってます。それでこれ録画されると思うんですよ、モーションで。ここもなんか入っとんね、これが1階部分の2つ部屋入ってるとこね、こういうふうに分かるかな、こういうふうにね、こんな感じでね、うんこがやばかったり下痢やったらこれでねチェックできると思いますね、これからこれでね完璧にチェックできるとかなと思っています。はい、以上です。